にちは、オフィスコム後藤です。今日は普段から椅子を組み立てしているプロの私と、初めて椅子の組み立てをする千里さんで、チェアの組み立ての対決をしていきたいなと思います。お願いします。頑張ります。では早速箱の、ね、大きさとか見ていきましょう。どうですか、率直に。大きいし、重たい。箱の大きさで、長いワイドが70センチ、高さが37センチぐらいかな。奥行きは60センチですね。こんな感じの梱包サイズで商品がまず届きます。じゃあ段ボール開けていきましょう。はい。作業していただくときは怪我しないように軍手とかを用意していただけると安全です。よし、負けないぞおお、こんな感じね。ゴミはやっぱり入れるのでね、あらかじめゴミ袋を用意しておいてください。これは何だ、何だと思います？アームか。大正解。あ、これはヘッドレスト？そう。こうだ。これが、はい、よいしょ。おー、綺麗。よいしょ。結構スペースがあった方がやりやすいかも。うん。皆さんのご自宅でも分かりやすいようにするために、ちょっと狭めの自宅っぽいお部屋で撮影してます。座面だ。よいしょ。おー、まだいたか。まだいる。こんな感じでなってるんだ。運転しといた方がいいんだよね。そうですね。簡単に。アルミ台です。これ重たいですね。そうですね、スチールよりやっぱり重くて強度が高い素材なんで、うん、アップしてるこれだけですね。これが一番重たいけど、うん、絶対必要な。あ、なるほどなるほど。あ、これ何？それがね、部品のセットですね。六角レンチもついてる。そうです、六角レンチっていう工具が必要になるんですけど、それはこの部品セットの中に入ってるんでご安心ください。出し終わりました。はい、これで全部です。こんな感じ。これもう畳んでた方がいいですね。畳んでみちゃいます。え、どういうこと？どうぞやってみましょう。意地悪何？畳むでしょ。畳まないのかな。これは何？あー、これ用だ。そうです、大正解。これも外れてくるんだ。そうなんですよ。これは、これはね、あんまり折ってならない部品かもしれないですね。これもまた重たいけどそれがないとね、椅子はすごく使いにくいものになっちゃいます。これ何かというと、綺麗、顔が映るぐらいシリンダーといって、この椅子が上下するのに使われる。座面の下のあたりにあるか。そうです、そうです。じゃあちょっと遅れてスタートですが、私もやっていきますね。どれどれ、これが説明書。ちょっと読んでいてください。2ページのことかな。そうですね。キャスターを取り付けます。何を使って取り付けるの？これこのまま刺すの？後藤さんに質問するのはあり？ありですよ。ギュッと押し込んでください。それだけ？さあ、これでいいんだ。できた。これはできた。あ、今のとこ立ってるよ。今のとこ立ってるね。立ってるよね。やばいやばい。スピード。ここに説明書入ってました。皆さんはこれを見て、見ながらやってください。画面の裏側、アームレスト取り付け。ここに来て初めて工具を使うんじゃないかな。工具を使います。六角レンチって書いてある。セットの中に入ってましたよ。はい、これだ。やばい、これあビリビリやっちゃうとダメだ。ボルトがぐちゃぐちゃにならないように部品のセットは A 六角ボルト短、 B 六角ボルト長とか書いてあるので、ちゃんと説明書の中に出てくるんですね。やっちゃった感がある、うん、やばい、千里さんぐちゃぐちゃになっちゃったから。そう、長か短かは目視仮にバラバラになっても、ちゃんと一目瞭然で大中小っていう感じでちゃんと見分けること自体はできる。蹴るときに気をつけましょうですね。六角レンチでいきます。あ、ちょっと待って、肘って右と左ある？右と左あります。あるって書いてある。あります、あります。結構ね、肘を取り付けるときのあるあるなんですけど、バッチリ間違えてました。気になるよ、後藤さんの動きが気になるけど、私も開墾が終わろうとしています。一生懸命ないとつけちゃうんだ。これ座面の下さ、何か置いた方がやりやすいかもね。そのために段ボールを取っておきました、私。この状態でめっちゃやりづらいでしょ。でもなんかこれつけるのは別に簡単やね。そうね、力いらない。合わせながらボルトを入れるのがとても今やりづらい、うん、どうしてもね、この肘が地面に出っ張ってきちゃうので、うん、肘をキープしつつネジを回さないといけないという。
そんなグイグイ押さなきゃダメ？あ、うん、そんなグイグイ押さなくて大丈夫です。こうひっくり返した時にちょっとケースよいしょって優しくね。さて、追いついてきましたよ。伊藤さんの余裕感だな。私は今回セットに六角レンチついてるんですけど、秘密アイテム使ってもいいですか？ちょっとズルしますわ。許可します。こういう電動ドリル。通販サイトとかホームセンターとかで売ってる簡易的なやつですね。でこれがあるとやっぱり格段に、これは早いよね。簡単ぐらいちょっとやってみます。あ、でもこれ説明書にも座面の下に箱があるね。箱や机に載せると作業しやすくなりますって、今更だけど書いてあった、はい、あ、書いてありますね。ドドドン、載せます。なんかちょっと油、うん、そうですね、ちょっとグリスがついてるのでベタベタするようなところは素手では触らないように軍手も脱いで。私は肘つけていくんですけど、ここに肘左っていうシールが貼ってあるので、右左っていうのはここで確認してください。こんな感じでやるとネジ穴に肘を合わせることができてスムーズに上から見下されてるよ。いいよ。軽くネジを入れて、で完全に全部は締めないです、まだ。どこまで？大体の位置まで持っていって、ギュギュギュってもしちゃったよ私。うん、いいですよ。この3つ、ね、ネジがあるんですよ。1をギューって締めちゃう、はい、次2ギューって締めちゃうっていう風にやっていくと、ちょっと噛み合わせが合わなくなるケースがあるので、やんわり入れて、で最後にギュッと押し上げで締める方が失敗しにくいですね。このパターンも一緒ってこと？そう、一緒です、一緒です。よいしょ。途中で嫌になるかもって思ってたけどできるかも。できる予感が、うん。でも手疲れてくるね。これ手疲れる。友達ですもんね。バカにしてる。バカにしてるでしょ。できたよ。で、ああ、もうずっと箱必要じゃないこれ。気にね、箱を潰してしまったが分かる。これどうしようね。これをここにつける。こうしたらいいんじゃない？うんうん。頑張ってトライしてみて。こういうことでしょ。よし、私は自分の体を駆使してやる。え、もうそんなところにいるの？アシール、こんなの絶対箱いるわ。箱が重要ということがよく分かったね、うん、よいしょ。追いついたんじゃない私。うるさいな。いい感じだし、私もここはちょっとコツがいりますね。私も足がめっちゃ痛い。あ、今足もう汗が出てくる。膝に挟み込んで、そう、内股の筋肉めっちゃ使ってるから今やばい、汗が出る。あ、でも椅子っぽいね。うん、椅子形になってきます、ね、椅子っぽいよ。ガスシリンダー、ガスシリンダー、はい、そうです。ガス圧でね、こう上下昇降する仕組みなので、これはもうこれだけ、これだけ、はい、おいで、私の椅子、1、2、3、穴開いてるの？穴開いてるね、穴開いてる、離せる。手伝って、手伝います手伝いますよね。下から見ると穴が見えるので、そのまま、はい、うん、はい、はまりました。あ、でもいい感じ、もう椅子なってるよ。うんうん、あ、じゃあ私も手伝ってもらっていいですか、ここで。しょうがないな。手伝ってもらったからには。ここが入れるところ穴なので、ここを見ながら合わせて。あ、ここか。そうです。ほい、はい、これでよし。じゃあ2人ともあとはヘッドレストつけるだけですね。はい、ヘッドレスト用ボルトはシルバーのやつね。そうです。なんかちょっとね、分かってきた頃に完成しちゃうんだな、これ。親戚近所の子供と同じね。最初はちょっと仲良くなるの難しいんだけど、バイバイ寂しいなぐらいになった時にまた帰ってくれる。これいいね。でしょ、うん、いい。締めて。この、あ、はい、仕上げは後藤さんです。仕上げはお母さん。おー、はい、はまっていく感じがよく見える。はい、 OK です。やったかっこいい。今部品が丸見えなんで、最後カバーをかけます。キットの中に穴隠しシールっていうのがあるはずなんですよ。ボルトはさ、3つ4つ余るんだ、うん、
そうです、いい質問です。バーンってねネジバラバラになっちゃったりとか、いっぱいの家具を組み立てする時とかも混在してわからなくなっちゃうケースもあるんですよね。ちゃんとなくなっても予備がありますんで、その辺はご安心ください。で、このシールを、安全だね。うん、これでいいですか。はい、これでネジが見えなくなりましたね。できた。はい、じゃあこれで完成です。やったー。ちょっと見て見て、ちゃんとできてるかどうかチェックしてください。うん、はい。千里さんね、初めての割に上手でしたよ。本当？うん。すごい。筋がいい。本当に？よいしょ。うん。いいんじゃないですか？あ、はい。ちゃんとこのシリンダーも機能してますね。で、リクライニングもあって。やっぱこういうチェックは必要します。自分で組み立てた時もオフィスコムに有料組み立てをお願いして、終わった時も確認して、ね、チェックっていうのはしてみてください。この場で初期不良とか起きてたら職人さんに言ってもらって、不良交換っていうのは最初の方できますので、うん、OK です。意外とできるんだね。絶対無理と思ってた。絶対無理じゃなかった完璧です。イエーイ。女性一人でも完璧に組み立てはできました、うん、なんでコツはね、組み立て説明書をよく読んで、うん、段ボールとかを駆使してもらって頑張ってください。頑張れる頑張れる、あなたもできる頑張って組み立てしてください。ありがとうございます。